こんにちは。今日から始める安心着物着物ラカン児玉です。えっ、ー、と今日はえー、っと和装用のこう女性が使う、えー、長前掛けということについてお話をさせていただきたいと思います。えー、っと基本的に。まあ、これがうちで扱ってるものなんですけど、まあ、こう見ていただくとかなり長いと思うんですね。 でなんでこんなに長いのかっていう感じでまあ変な話ですけどこう見た目の感じで言うといわゆるあのギャルソンとかソムリエの人がするような前掛けみたいに見えると思うんですけれどもまあ実際変な話私がまあ男のものっていうのは帯の上に締めるのでまあ男の私が締めてもこんなもう裾が引きずっちゃうようなこう長さなんですけどこれは実際女性の場合帯を締めてて帯の上に まあ、帯を汚さないようにするために帯の上からこう前かけするもんなんですねだからこうあんまり短いものでは、まあ、着物をこう汚さないようにするという意味がなくなってしまうので、まあ、こういう大判のものになってます。でまあただ、えー、と最近は本当にこういったものもなかなか手に入りにくくなってきていてで、えーとまあ、たまたまこれはね、えーとまあ、こういうあのメーカーさんがあって。 まあうちではその時にちょっとこう買い取っておいて、まあ、今お客さんに紹介してるんですけどまあ最悪こういった長い前掛けが見つからない場合は風呂敷まあ見ていただくとちょうどこんな感じでねまあえーとどうでしょうね7 8 0ンチ真っ赤くぐらいの風呂敷があればそれに紐をつけて頂い,いてひも、まあ、をですね、まあ、あの風呂敷のここにこういう形で。 こうくるむようにして紐をつけてザクザクザクっと縫ってまあ変な話、えー、前掛けにしてもえっ、ー、と長前掛けの代わりにしてもいいと思うんですけど、まあ、実際にちょっと今これを、えー、とつけてみます。 まあ実際こんな感じで帯をほとんどもうカバーするように。 まあ、着物のねこう前かけってこんな形で帯をほほとんんどやっぱ覆っててあげてしいんですね、まあ、そうじゃないとこう帯が汚れてしまうというのがあるのででこうちょっと今こう裾の方に行くと、まあ、ほぼ、まあ、膝から下ですね、まあ、八分五輪か、まあ、九分丈、まあ、八分五輪ぐらいですかねのこう裾丈になってます。 で、ちょっとこう後ろを見ていただくと、まあ、帯のお太鼓の上で、まあえー、と結んでますけどこんな形で構わないんですね。でまあ実際帯も、えー、とこういうたれとかそういうところがこう引っかかって汚れやすいのでタレ、まあのところまでしっかりこうカバーできるような形で、まあ、覆うようなこう形になってます。 ですので、えーとまあ、どうしてもこうした長前掛けのものが、まあ、これは、えーとまあ、うちではちゃんと作ってあるものなんで、まあ、リバーシブルのタイプで、まあ、ポケットも、えー、ついてます。で、まあえー、と,とりあえずみたいな形で、えーとまあえー、長前掛けがない場合は先ほどお話したようにちょっと大きめな面、まあの風呂敷がいいですね。でそういったものに紐をちょっとつけていただいて。 まあえっ、ー、と覆ってもらうような形でまあ、えー、長前掛けを作ってもらってもいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ格宝衣の姿は格宝衣の姿でいいんですけど、まあこうねえっ、ー、と袖を通してガボッと入れなきゃいけないっていうのがめんどくさいなという時はこうした長前掛けというものも、えー、とまあ和装でこううだ立ったり。 えー、ちょっとしたこう雑事ですねお掃除したりそういう時にはいいんじゃないかなということで今日はちょっとご紹介させていただきました。ということで、えー、っと実用的に着物を使うために必要な「まあ、長前掛け」ということについて今日はお話をさせていただきました以上ありがとうございました。